痩せにくい人の多くは下半身が圧倒的に弱いんです。だけど反り腰のせいでスクワットすると足が太くなる、スクワット辛い、そういった方でも簡単にできる前屈スクワットを紹介します。まず足を閉じて前屈をしてみてください。どのくらいいきますか覚えておいてください。座った状態で両足上げてふくらはぎを少し足の甲で叩きましょう。足首から膝裏にかけて叩いてください。割とね、痛いなぐらいね、叩いた方が効果的です。これでさっきやった前屈がすごくスムーズにいきます。じゃあもう一度前屈をしてみてください。さっきと比べてどうですか？しっかり降りれたよっていう人はコメントで教えてください。それでは前屈スクワットやっていきましょう。足を大きく開きます。手を地面につけます。このまま膝を曲げ伸ばしです。これで弱ってる体の背面全部使えます。もし体が柔らかい人は手をもう少し手前にしてください。膝が伸びないよっていう人は少し前でもいいです。マイペースでいいです。 OK。 今度は交互にお尻を動かしましょう。もし背中や首が疲れたらその種目は休憩してもいいです。次の種目から参加してください。内転筋、お尻伸ばしていきましょう。手をね、前にすればするほど楽になりますから調整してください。今度はしっかりね、内転筋伸ばしていきましょう。手首疲れたらね、振って休めてください。下半身の弱い筋肉が全部鍛えられますので、めちゃくちゃ痩せるスピードがね、上がっていきます。今度はね、膝を交互に伸ばしましょう。こんな感じ、交互に膝を伸ばす。できる人はね、手をね、近づけてみてください。膝が伸びない人はね、前に伸ばして OK です。腰、背中もね、しっかり伸びますんで。ちょっと一回起き上がってね、手首をちょっとね、振って休みましょう。手首と足をね、一回休みましょう。体をちょっとリラックスさせてリセットです。はい、今度はね、このカエルの状態でキープ。この状態でキープ。辛かったらしっかり前体重になったらいいです。ちょっと楽だなって人はね、後ろ体重、前後に動いてもいいです。しっかりね、膝開いてカエルのポーズ。ちょっとお尻を動かしたいね。
辛くなったらね、休憩してもいいですからね。オッケー。今度はこのままでね、キャンプは動きましょう。ちょっと股関節とね、足首をストレッチしましょう。しっかりね、膝を開いてください。意外とこの格好がね、すごいね、弱い筋肉、硬い筋肉を伸ばすことができるポーズです。さあ今度はね、膝に手をついて屈伸する感じでいきましょう。膝伸ばすときにカクってなる人はね、膝伸ばすときゆっくり伸ばしてください。代謝をどんどん高めていきましょう。今度はこのままね、交互にバランスとっていきましょう。足を上げる動きがね、弱ってる筋電線を鍛えられますから、横に動くっていうのはすごい大事で、効いてる。 OK。 今度は腰をね、伸ばしていきましょう。同じ方向ばっかり回します。しっかりお腹を出してお尻を出して、股関節を回してるんで、股関節回しをするとね、血流が上がったり、ピンポンの流れ良くなったり、下半身太りの人もね、老廃物が流れやすくなったりするんで、腰回し、腰振りっていうのはすごいね、大事です。骨盤正しい位置を作るために、しっかり前に出したら、今度はしっかり後ろに出します。骨盤を起こす。寝かす。動かします。両膝しっかり伸ばしておきます。これで結構反り腰直る人多いので、頑張ってね、続けてください。反対足も一緒です。膝
下が痛いよ、くしゃぶりしないでください。横に開いて前かがみになったら戻ります。今度はお腹を前に出さない。背中がね、丸くならない、胸を張ったままです。今度はね、片足水平まで上げたら高く上げる、交互にやります。保ったら上げる、キープしたら上げる。反対の足はね、できるだけ曲がらない方がいいけど、ちょっと曲がるのはね、もうしょうがないです。これでね、反り腰下腹ぽっこりがね、解消しますので、ラストは大きく足踏み、高くね上げましょう。高く上げる、もも胸つけるぐらいのイメージ。これでしっかりね、腰が丸くなって骨盤立つんで姿勢が良くなってきます。オッケー。最後までできた人はコメントで教えてください。